椅子の木は団地に自生する満作家の常緑鉱木。別名、ユスの木、ユシの木、ヒョンの木。中国名はカボジュ、韓国名はチカキマウえケ。葉はしばしば虫コブがつき、大きくなると穴が開くのが特徴。日本では静岡県伊勢、四国、九州、琉球列島に分布する。団地の産地に自生する。沖縄では、 石灰岩上の森林で優先するのを見ることがある。国外では、チェジュ島、台湾、中国南部に分布する。上緑紅葉樹の高木で、高さ約20から25メートルになる。樹皮は、開白色。大木になると赤っぽくなる。葉は五星し長さ5から8センチメートルの長大円型で、葉芯は、角質、新緑で表面に強い艶がある。葉面にしばしば虫こぶがつく。 イノキコムネアブラムシの規制では、歯の面に多数の小型の突起状の虫コブを、イソオムネアブラムシニッポナフィスディス大会の規制によっては丸く大きく膨らんだ虫コブが形成される。どちらも非常に頻繁に出現するのでこれを目当てにイスノキが特定できるほどである。虫コブは大きくなると穴が開き、ここを吹くと笛のような音が出ることから、ヒョンの木の別名がある。 夏季は3から4月。溶液に、相乗果樹を出して、小花をつける。果樹の気分には小花、先の方には、両生花がつく。花弁はなく、額も小さいが、おしべが5から8個付き、薬が紅色に色づく。薬は乾燥すると劣化し、花粉は風によって飛散する。夏季は10月。果実は甲卵系で、表面が高褐色の毛で覆われ。 先端に、めしべが二列した突起として、突き出すのが目につく。果実が熟すと二つに劣化し、黒色の種子が露出する。材は、非常に硬く、家具、杖の素材にされる。特に椅子の機材の木刀は、次元流系統の剣術で使用されているのは有名。材を燃やした灰は、陶磁器の上薬の通る材とする。樹木そのものは、 乾燥に強く丈夫なので街路樹として栽培されることもある。また、虫コブは成熟すると表面が硬く、内部が空洞になり、出入り口の穴に唇を当てて吹くと笛として使える。これが別名ヒョンノキの由来とも言われる。また、この虫コブにはタンニンが含まれ、染料の材料として使われる。同族の植物はヒマラヤに数種が知られるが、日本では この種だけである。しかし歯の形などにはっきりした特徴が少なく、慣れないとわかりにくい面もある。蒸気のように虫コブが良い目安になる。鹿児島県の伊集院という地名は、椅子の木が多い地であり、平安町の租税である稲穂を貯蔵するクラインが置かれたことから、椅子、院と呼ばれるようになったことに由来する。ウィキメディアコモンズには、椅子の木に関するメディアがあります。 ありがとうございます。